皆さんこんにちは。私は大阪シオン教会の足立孝雄と申します。今日は3月4日月曜日、詩編44編の9節から26節、苦しめられている民をあがない出してくださいというテーマでご一緒に御言葉を学んでまいりたいと思います。詩編44編9節から26節。それなのにあなたは私たちを退け癒しめられました。あなたはもはや私たちの軍勢と共に出陣なさいません。あなたは私たちを敵から退かせ、私たちを憎む者どもは思うままに略奪しました。あなたは私たちを餌食となる羊のようにし、国々の間に散らされました。ご自分の民を安く売り渡し、その代価で何の利益も得ませんでした。あなたは私たちを隣人のそしりの的とし、周りの者のあざけりとし、笑い草とされます。私たちを国々の間で物笑いの種とし、もろもろの民の間で笑い者とされるのです。私の前には絶えず恥ずかしめがあり、恥が私の顔を覆ってしまいました。それはそしる者と罵る者の声のゆえ、敵と復讐する者のゆえでした。これらすべてが私たちを襲いました。しかし私たちはあなたを忘れず、あなたの契約を無にしませんでした。私たちの心はたじろがず、私たちの歩みはあなたの道からそれませんでした。あなたはジャッカルの住みかで私たちを砕き、死の陰で私たちを覆われたのです。もし私たちが自分たちの神の皆を忘れ、他の神に向かって手を伸べ広げたなら、神はそれを探り出されないでしょうか。神こそ心の秘密を知っておられるからです。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。起きてください、主よ。なぜ眠っておられるのですか。目を覚ましてください。いつまでも拒まないでください。なぜ、御顔を隠されるのですか。私たちの苦しみと虐げをお忘れになるのですか。私たちの魂は、塵に伏し、私たちの腹は地についています。立ち上がって私たちをお助けください。御恵みのゆえに私たちをあがない出してください。さて、今日のテキストを見ると、最初のところに見出しがついています。イスラエルの敗北と恥辱と書かれています。つまり、今日の箇所はイスラエルが外国との戦いに敗れて落胆している、そういう状況の中で書かれたものだと考えることができると思います。昨日の箇所、昨日の続きでありますけどね、昨日の箇所では全ての戦いは主の戦いだと書かれてましたよね。これは全て主によって勝利を得たんだと、でそのように書かれていたわけであります。しかし今日のね、9節の一番最初の部分、それなのにから始まるんですよ、ね、神様が全てを助けてくださり、神様が私たちに代わって戦ってくださる、ね、非常に勢いのある箇所だったんですが、しかし9節、それなのにあなたは私たちを退け癒しめられました。あなたはもはや私たちの軍勢とともに出陣なさいませんと。神が私を導いてくださり、神様が私を祝福してくださり、私たちは勝利をしたんだって、昨日の箇所ね、
そして今日になるとですね、神は私と共におられませんって、ね、急にコロッと話が変わるわけなんですね。まあ、非常に、まあ、面白い箇所でありますけれども、ね、それはなぜなのかというと ね、確かに彼らの信仰は、ね、強いんですよ。神様が共に戦ってくださるって彼らはそれを知っているわけであります。そしてまさしく出エジプトした時も、でカナンの地に入った時も、そのように神様が私を助けてくださったので、私たちは今このカナンの地に住むことができているんだという喜びはあるわけですが、しかし現実が、ね、現実がそれについてこないんですよ。信仰はあるんだけれども、でも、ね、神様が共にいてくださるけど、私たちは敵に負けたではないですか。私たちは今、ね、敵に、11節ですね、餌食となる羊のようにして国々の間に散らされましたって書いてますけどね、この後ずっとね、私たちはこんな苦しみにあってるんだ、ね、こんなにも、ね、大変な思いをしてるんだということがこう続くわけなんです。つまり、ね、信仰と現状が一致しないんです。神を信じているのに、どうして神様こんな風にするんですか、ね、私たちが安く敵に売り渡されるとか、ねえ、隣人のそしりの的となり、あざけられ、笑い者となり、物笑いの種となり、と、ね、恥ずかしめられ、とこう続くわけなんです。なんでこんなこと起こるんですか、という、まあ、嘆きがですね、ここで神様に対して彼らが語っていることですね。外国との戦いによって敗れて、非常に落胆している。もう神は私たちと共にいてくださらないと。ねえ、昨日の箇所はこの戦いはというか、全ての戦いが主の戦いだ言ってたんですけどね、ここでは、ね、もう神は私たちと共に出陣なさいません、私と共にいてくださらないという、まあ非常に大きな落胆を表しているわけであります、ね、私たちも、ね、神を信じています、ね、信仰生活を送っているわけですが、しかし、ね、必ずしも全てのことがうまくいくわけではありませんよね。さらには祈ったからといってすぐ答えがやってくるわけでもないわけです。その時、私たちの心も折れてしまって、神様どうしてですか、神様なぜうまくいかないんでしょうか、なぜこのような困難を通らなければならないんでしょうか、というそういう思いにさせられることは多分誰でも経験があるんではないかなと思います。そのような中でですね、私はこんなにも一生懸命に祈っているのにっていう思いが彼らの心の中にあるんですよ。だからね、彼らは落胆するんです。もう神様は私たちを見捨ててしまったのではないかと、見放されたのではないかという、そんな思いになります。でもよく考えなければなりません。神様は私たちの祈りにいつでもね、本当によく分かる形で答えを与えてくださるわけではないんです。神はね、一生懸命に彼らがどうしてですかって言ってるんだけど、黙っておられるんですよね。何もお答えにならないんですよ。無視してるんじゃないんですよ、これね。で、私たちが祈っているのに神様が答えてくださらないということは現実起こるんです。ヨブ記の33章の13節と14節、なぜあなたは神と言い争うのか、自分の言葉に神がいちいち答えをくださらないからと言って、神はある方法を語り、また他の方法で語られるが、人はそれに気づかないって書いてます。どうして神様が私の質問に対して、祈りに対して答えてくださらないからといって、なんで怒るんだと。神は全部には答えませんよって。私がね、私が聞いたことにいちいち答えてくださるわけではありません。なぜなら、神様は神様の方法があるんですよ。神の語り方があるんです。それを通してあなた方に語ります。つまり、神は時に無言で語られるんですよ。無言で語るって変な言葉ですけども、しかし、ね、私たちは神様から、ね、こうしなさい、ああしなさいっていつも言われるわけじゃないんです。自分で考えなければなりません。神様が無言になられるとき、それはあなたが自らの信仰、あなた自身が考えるときだと私たちは受け止めなくてはならないんですよ。1から10までああしなさい、こうしなさいっておっしゃいませんよ、ね、私は一体、ね、どのように歩むべきでしょうか。神様の御心は一体何でしょうか。それを私たちが祈り、そして自ら考え、そして
ね、御言葉を持って、でそれをつかみ取ることができるようにならなくちゃいけないんですよ。いちいち細かく細かく言われなければわからないって、それは信仰者として成長していません。神は無言になられることを通して私たちに、自分で考えて私の御心をつかみなさいっておっしゃってるんです。皆さん、これがね、私たちが今こうしてやってる QT なんですよ。ね、QT には答えはないんですよ。聖書を読んで、ね、御心は一体何であろうか、神様は私に何て語っておられるんだろう、おられるのだろうかということを我々が信仰者として考えるんです。そしてそれを私たちが、ね、しっかりと掴み取る、これが QT なんですよ。答えが1個で、算数や数学のようにね、答えが1個でこれでなければなりませんということはないんです。神はあなたに今語ろうとしています。私たちに語ろうとしています。さあ、そのことを信仰によってしっかりと掴んでいただきたいと思います。そしてこれをしっかり掴んで、そして正しく歩むことができるようになれば、私たちは信仰者として大いに成長していくんですよ。今日も神の声を聞いてください。ね、聖書が一体何を語っているのか、ね、私たちは神学を学んでるわけじゃないんですよ。日々のこの QT で神学を学んで、一体これはどういう意味だろうかと、一体これは何て書いてあるんだろうかっていうね、正解を求めようとしてしまいがちですけども、そうじゃないんですよ。神様が私に何を語ってくださっているのか、神様が私に何を与えようとしてくださっているのか、このことをしっかりと掴んで、そして本当に神様が私につかませようと思っておられるね、この御心を理解することができる、そういう信仰者に共にならせていただこうではありませんか。神様はあなたを祝福し、またあなたを幸せにしたいと願っておられます。時に神の答えが見えないことがありますし、時に神様がどうしてこんなことをされるのかと思うことがあるかもしれません。でも主を信頼してください。そしてこれはなぜ私に与えられたのかということをよく考えて、御心に生きるものとなりましょう。それが信仰者としての大きな成長であり、また大きな喜びであるということを忘れないようにしましょう。お祈りします。天の父なる神様、感謝します。主が私たちの前に立って、私たちをいつも導いてくださっていることを心から感謝します。答えが見えないとき、どこに進んでいいかよくわからないとき、しかし主なる神様、祈りの中であなたが私に語ってくださり、また私たちに考える力を与えてくださっていることを感謝いたします。どうかこのことを通して私たちが正しく歩み続け、神の御心にかなうものとならせてくださいますように。すべてを主にお委ねし、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。